はいどうもこんにちはこんばんはリオンです。そしてこんばんはこんにちはこんばんはたまぼこです。はいということで今日はね、久々のルール解説動画を撮っていこうと思います。はい、まあ時期的にもですね最近ゲーム始めたっていう方も多いと思うんですよね。うん、はいまあコメント欄なんかの質問見てても、そういうことが見受けられますので今回の動画からまたちょっとずつねゲームの、まあ基本的なルールのあたりから簡単に、説明していこうと思いますのでよければ見ててやってください、はい、ということで今日説明する、ルールですがまず、トリガーの処理順ですね、うん、はい、シールドトリガーの処理順、はい、で、あと、トリガー能力についてはい、クリーチャーのトリガー能力についてもここで、説明しようと思います。はい、はい、で、まあ間にねちょっと、痴漢効果なんかも挟まってくるんですが、まあ、その辺は簡単に流していこうかなと思いますので、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。で、今こういう場です。はい、はい、いらないものは省いています。はい、マナーゾーンであるとか、まあ僕は場のカード以外全部省いてますが、まあこういう場だったとします。仮にね、うん、はい、でここでヘビーデスメタルがワールドブレイカー持ちです。はい、あ、僕のターンですね。アタックします。はい、はい、ワールドブレイク、はい、5枚一気に、はい、はい、では、まずですね、はい、5枚一気にブレイクするんですが、はい、では表にしてみて、はい、はい、はい、でこうやって一気に見まして、はい、その後、同時にどれを使うかを、相手に宣言します、はい、この中だとバイケンはシールドトリガーじゃないですよね、はい、なのでバイケンは手札に行って残り、全部使うのかどうかっていうところですね、はい、うん、じゃあ全部使う？全部使いたいです。うん、OK、はい、じゃあ使いますっていうのでじゃあ使うやつ以外は手札に戻しまして、はい、戻しまして、はい、はい、その後ですね、処理が始まります。はい、はい、で、こうやって使いますって宣言したものを、はい、好きな順番で処理します。はい、で、まずシールドトリガー能力を全て処理しますね、はい、今から。はい、じゃあ順番にどうぞ。じゃあ、うん、まあ好きな順番で好きなのいいね、うん、じゃあクロック、はい、クロック出しました。はい、はい、でここでよくある質問なんですけれどもクロック、バトルゾーンに出した時に、はい、まあ、残りのターンを全て飛ばすというふうに書かれてるんですが、はい、じゃあもう今出た時だからここでもう残りの処理全部ぶっ飛ぶんじゃねえかっていうような、うん、まあ、コメントなんかでご意見いただくことがあるんですがこれが間違いなんですね。トリガー能力というのは何々した時に何々すると書かれているんですが、はい、何々した時と書かれているところで、うん、トリガーしますよっていうことなんですね、うん、まあ、いわゆる誘発しますよっていうことなんです、はい、要は分かりやすく誘発しましたよマークをつけます。こういうことは、実際の対戦大会とかでは行わないようにしてくださいね。はい、これは今分かりやすくしてるだけです、はい、で、こういう風にカードを置きました、まあ、誘発しますよってマークがあります、うん、はい、これを叱るべきタイミングで、ターンプレイヤーから取り外して処理を順番に行っていきます。はい、はい、で今、クロックがバトルゾーンに出ました、うん、シールドトリガーなんでコストを支払っていません、はい、そこで嘘と盗みのエンターテイナーが、同じく相手のクリーチャーがコストを支払わずにバトルゾーンに出た時に誘発するので、はい、こちらにもねフィッと乗るんですね、うん、はい、で今3つ乗りましたが、はい、はい、ここで処理するわけではありませんね、はい、先ほども言った通りシールドトリガー能力をまず全部処理します、うん、ということで続きどうぞ。好きな順でいいよ。じゃあディスゲート。はい、ディスゲートですね、わ、はい、かりました。で、ここでなんですが今、クリーチャーのシールドトリガーは、うん、出して効果までは処理しなかったですよね、はい、ただ呪文はここに書いてある効果まで今全て処理します、はい、でこの差というのは、まあ、テキストに書かれているんですけれども、クリーチャーの場合は、コストを支払わずにバトルゾーンに出すって書いてあるんですね、まあ、出しても良いと、はい、で呪文の場合はコストを支払わずに唱えても良いって書いてるんですね、うん、はい、で、この差なんですが要は出すまでしかできないんですねクリーチャーの場合は、うん、で、呪文は唱える、うん、要は唱えるっていうのは効果を全て処理するっていう意味なんですね、はい、デュエルマスターズでは。なので効果を処理するまでがシールドトリガーの処理なので、はい、じゃあこれを使うって言ったら使うって言った時に、処理をします。はい、じゃあ処理どうぞ。じゃあ真ん中のエンターテイナーを破壊します。これを破壊しますね、はい、分かりました。で、ここでエンターテイナー破壊されました、はい、で、なんですがこの、誘発しましたよっていう印、はい、まあ、要は解決待ちの、まあ、マークと思ってください、うん、これは一緒に
消えたりしないんですね。これはずっと残ります。はい、はい、これは他のカードも一緒です、はい、一度トリガーしたものは、そのクリーチャーが場から離れようが破壊されようが何しようが必ず、解決されます。はい、はい、で、デスゲートの残りの処理ですね。はい、はい、こちらが4なので4コストより小さい、なので墓地にいるアツトが出てきます。はい、でアツトもバトルゾーンに出た時の、効果を持っているので、ヒュイッと置かれます。はい、はい、ここまでがデスゲートの処理です、はい、で、今この処理にまだ移らずにトリガーが残っているのでこちらを処理しますね。はい、じゃあ好きな方をどうぞ。これエマージェンシータイフォン。はい、エマージェンシータイフォン。はい、はい、じゃあ効果をどうぞ。はい、2枚引いて、2枚引いて1枚してます、うん、はい、1、2。はい、はい、ここはまあ売券を選んでもらいましょうか。はい、じゃあさっき入った売券で、はい、はい、で売券なんですが、これは、手札から捨てられるときに代わりにバトルゾーンに、出すって書いてるんですけれども、はい、はい、これはですね痴漢効果と言われるものでトリガー能力ではないんですね、うん、なので、こちらとこのトリガー能力と違って行動を行うときにそれに成り代わって、プレイされるものなので、はい、はい、これは間にも挟まります。はい、はい、でこれは出てきますね、はい、で、この後のこれはちょっとややこしい話なんで、うん、まあ、あまり詳しく解説しないですが、はい、クリーチャーをバウンスする能力を持ってるんですが、はい、そちらはトリガー能力として処理されるので、うん、出た時にヒュイッと、はい、乗ります。はい、はい、じゃあ、続きをどうぞ。残り、はい、残りのクロックが出ます。はい、はい、あ、ごめんなさい、忘れてましたね。アツトが出た時と、バイケンが出た時で乗ってますね、はい、エンターテイナーで。はい、で、クロックが出ました、うん、じゃあクロックにヒュイッ、エンターテイナーにヒュイッと乗りました。はい、はい、でですね、今このように裏向きのカードで解決待ちのマークを僕らはつけました、はい、これを今から、処理していきます、はい、で、要はシールドトリガーの処理が全て終わったので、トリガー能力が処理できるタイミングになったんですね、はい、で、ここからなのですがターンプレイヤーからこれを好きな順で取り除きます、うん、で、ターンプレイヤー僕ですね、僕がここに載っているものを全て処理してから相手の効果が処理されるようになります。はい、はい、じゃあやってみましょうか。はい、まずこの、なくなってしまったエンターテイナーのじゃあ取り除いてみましょうか。はい、はい、取り除きます。まあ、本来は取り除くとかじゃないんですけれども、まあ、解決処理します。はい、はい、これはこのクロックに対して誘発していたものなので、はい、じゃあ処理でこのクロックが墓地に行きます。まあ、破壊されます。はい、はい、ですが先ほども言った通りこれは残ります。はい、はい、その後ですね、じゃあ同じクロックにかかってたものを取り除きます。はい、はい、これはもう効果がないので、処理されませんでした。はい、はい、じゃあ続いてじゃあアツトに乗っていたものを処理します。はい、はい、でアツト、はい、はい、でアツトの、処理はもちろん残るままです。はい、はい、で、じゃあ次はバイケンのやつですね、取り除いて処理、はい、破壊ですね。はい、はい、で、続いて、最後このクロックに対する処理が行われます。はい、ここまでです。で、ここまで行われたらもう僕の処理は何もないので、はい、相手に処理が移ります。はい、はい、じゃあ赤桃子さん好きな順番でどうぞ。好きな順番でいいんですか。好きな順番で。じゃあここの残ってるアツトの処理を使いたいです。はい、どうぞ。はい、はい、うん、うん、2枚引いて2枚してます。はい、1、2、うん、5、じゃあバイケンと、うん、デスゲートをしてます。はい、 OK、はい、で、先ほどと一緒でバイケンは痴漢効果なので、はい、効果に割り込んで場に出てきます、はい、ただしバウンスはトリガー能力なのでまたヒュイって乗るんですね、はい、でそこでエンターテイナーがヒュイってまた乗ります。はい、ここです。はい、はい、で、今の処理が終わったのでじゃあ次の処理行きましょうと。今相手に処理は移っていましたが新たにエンターテイナーの処理が追加されましたね。はい、処理というか誘発が追加されましたので、はい、また、この段階になると僕の方の処理に移りますね、はい、ターンプレイヤーからです、うん、はい、でこれを処理して、じゃあバイケンがヒュイッと、はい、はい、今残っているのがバイケンクロック、バイケンクロックですね、はい、じゃあ好きな順番で処理してください。うん、じゃあこの先に死んでしまったバイケンの処理を行いたいと思います、ね、はい、はい、ではこれでヒュイッとなってどれを戻しますか。じゃあエンターテイナーを戻したいです、はい、まあ、つまりですね、先にここでエンターテイナーを戻していれば、はい、さっきのバイキンは場に残ったんですよね。はい、うん、
という順番も大事だったりします。じゃあ次の商品は、じゃあこの売券を、はい、はい、この売券の手札に戻す、はい、他で、じゃあ、はい、ディスメタルですね、はい、ヘビーディスメタルをじゃあ戻します。はい、はい、で、残りのクロックの処理ですね。はい、クロックが処理されました、はい、でクロックの効果は残りの処理をすべて、飛ばすというものなので、はい、これが飛ばされます。はい、はい、こんな感じです。はい、はい、正しく処理をするとこんな感じになります。はい、はい、まあそんなに難しくなかったんじゃないかなと。はい、まあイメージ的にね、まあ、こういう風に載せていくようなイメージでやっていれば分かりやすいと思うんですよね。はい、うん、まあ、といっても、まあ、ちょっとね、順番間違ってしまったりとかっていうこともよくあります。はい、ありますが、基本はこうなので、はい、覚えておいて損はないと思います。はい、はい、ということで、まあ、今日はこれぐらいにしときましょうか。はい、はい、ちょっと、思ったより長くなった気がすんな。まあ、仕方がないです。そうですね。また今後もね、何か、一つ二つに的を絞ってね、はい、まあ、動画内で説明していこうと思いますので、よければまた見てやってください。うん、というところで、じゃあ今日はこの辺で、はい、さよなら。バイバイ。